もうすぐ夏も終わりだな。そうめん食うか。小さい頃、地元のお店でそうめんを食べた記憶がある。そうめんをお店で食べたことって多分それ以降なくて、その時の記憶を夏になると毎年うっすらと思い出す。ピンクや緑の色付きのそうめんがキンキンに冷えた氷水の入ったガラスの器に入っていて、きゅうりにみかんにさくらんぼが浮いていた、そんな記憶がある。実際に買ったのはそうめんじゃなくて冷麦だったんだけど、なんとなくそうめんの方が馴染みがいいので、そうめんと変わらず呼ぶことにする。一束 200g で2人前か。そうめんって2分で茹でられるから簡単で嬉しい。ほら、もう茹で終わった。そうめんで、いや、冷やし麺で一番大事なのはしっかり麺をキンキンに冷やすこと。氷水にしっかりとつけ冷やしまくる。思い出を演出するためにニトリで買ったガラスの器、夏感も演出してくれる。きゅうりにみかんにさくらんぼ、そうめんにみかんやさくらんぼなんてって思う人も中にはいるかもしれない。僕も美味しいかどうかはわからない。でもガラスの器に入ったこれを見たとき、なんだか妙にテンションが上がった。だってなんだか可愛いから。昔食べたそうめんもこんな感じだった気がする。うっすら記憶だけど。最後につゆに氷を入れれば、思い出のそうめんの完成。いただきます。うまい。そうめんといえば麦茶。夏。きゅうりと一緒に食う。シャキシャキしててうまい。続いてみかんと。しっかりつゆにつけて。これは、微妙だ。普通に食った方がうまいな。さくらんぼはどうだろう。これも普通に食った方がうまいな。仕切り直して。うまい。うまいぞそうめん。箸が止まらない。キンキンに冷えたそうめん。時折鳴る氷がぶつかる音が風鈴の音みたいで、夏感をさらに演出してくれる。この麦茶もいい仕事してるな。ごちそうさまでした。うまかった。みかんやさくらんぼはそうめんとはあんまり合わなかったけど、小さい頃なんとなくこんなの食ってたなって思い出した。夏の終わり、風情だなぁ。
最後までご視聴ありがとうございました。